パワーパワー2日目です、大阪です、はい、大阪久しぶりやね久しぶりやねあーなんかね、地元に帰ってきてっていう、うん、昨日、何見に行った吉本新喜劇見てきました。面白かったな。最高や、やっぱりな。いやでもね、僕らのエンタメの原点ですわ。原点。いや、ただ笑いで面白いっていうのはそうやねんけど、うん、私今回はやっぱこう同じ舞台に立つ人間として、間の取り方、声の高揚のつけ方、スピード、ああ舞台上での動き方、体の使い方。はあ、なんかすごいね、見る視点がものすごいなんかね、うん、プロフェッショナルやったよ。うん、うん。あの、はじめ、あの、コントというか漫才やっとったよ。もう、夏休みスペシャルや。うん。そう、ちゃんとそのね、M1 で優勝したばっかり。お客さんの層に合わせたネタを持ってくんのよね。そう。もう子供が多いから、夏休みやから。やっぱ子供でも分かるネタを持ってくんのよね、芸人って。すごいなと思って。で、本当にアドリブで子供やから、客席から、えーってなんか声出すわけよ、子供が。でもそれに対してアドリブで台本にない、ね、答え、面白い答えをちゃんとこう返してちゃんとこうドカーンって笑わせていく。そう、すごいな、プロやなと思って、ああ、うん、こういう風に頭を動かしながら喋りながら同時に頭を動かしながら考えながらノンストップでこう続けていく、あの舞台のあり方とかめっちゃ勉強になったね。なった。その勉強したことを大阪で発揮いたします。ちょっとなんかすごくプレッシャーどんだけ笑い取れん、笑いを取れなかったら料金返しません。返すの変かい、返せんのかまず一発今うちわで笑い取ったよね。こっからがスタートです。はい、まあまあそんなことで、はい、頑張りましょう。はい、はい、ということで、はい、大阪の、市内育児本位出版イベント、はい、2日目やるで、やる、終わらばっす。はい、終わるとってや。いやもうなんか出産前から久子さんのこと拝見してて、出産の勇気もらったから、それをね生でお伝えする気持ちで今日は来ました。前なんか YouTube で神戸公演の YouTube 見たんですけど、めっちゃ行きたかったなと思って、それを見て、で次絶対関西であったら行こうと思ってて、で初めての子供なんですよ。で全然もう子供のことなんか全然わからへんくって、もう久子さんの YouTube で子育ての勉強してなんか一緒に成長してきたみたいな感じなんで、もう絶対会いたいなと思ったんで、今日はもう楽しみに来ました。一番に来ました。妻がよく好きで YouTube を見てたんで、それで僕はあんまりちょっとあれなんですけど、ちょっと一回見たいなって思う。生を、はい、結構動画は見てるんで真顔です。じゃあ密度濃いく乳腺炎になって泣きながらバボって帰って、でもう泣きながらもう40度で取ってマッサージしてる間にぶわ熱上がって、はい、真っ赤に腫れて、ほんで帰れんの、それで帰れんの、もう40度でしょ、ブラブラで、あかんわってマークちょマークちょ送って送ったって、で車で送ってね、保育園迎えに行かないと、保育園もしかも病児保育も回ってくれて、そう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 、で家まで送ってた時40度の人を40度の人を、うわぁもう行きたい、うれしい、痛かったサコさん、痛かったよ、いやボランティアか、ありがとう、クレプレミアチケット取れました。また3枠しかないので取れちゃいました、偶然すぎて、あぁもうメイクが、メイクが、メイクが、たくさんの、たくさんの、あのファンが待ってますから。いやでもめっちゃ嬉しい、めっちゃバブバブ思い出すよな、やっぱごめん、ティッシュある、ティッシュ、ティッシュ、あーもう反則や、ウエキ、綺麗、綺麗な、ありがとう、すいません、綺麗な、すいません、
めっちゃくちゃ大阪のワブワブの濃い患者さんやね。この距離感とかを
自分で学びながら成熟型演技を学習していくの。18番の、はい、衛生関連なんですけど、2人とも保育園に通ってて、で一応手洗いをもちろんするんですけど、なんかよくネットとかで足を洗った方がいいとか、もう帰ったらすぐシャワーした方がいいって聞くんですけど、今37週でもう苦しくて、もうそこまで余裕がなくって、ほんまやっぱやってあげた方がいいのかどうか、どうでしょうか。はい、しなくてもいいではなく、せん方がいいです。足洗いは誰が言ったの、どこの保育園、ちょっと先生呼んできて、行くわ、私。どっちやねんみたいな、自分でしないんかいみたいな、その環境によって、きれいきれいきれいってやってると、日和り菌がもうきれいきれいやってるから、そっちの味方に掴んでもいいっていう方の菌、乳酸菌の方向にくっついてくれて、結果、免疫力の高い。結局、清潔清潔きれいきれいって殺菌、滅菌とかやるから。ありがとうございます。ありがとうございます。おこい、これはマークさんが手がかわいいんですか。ですよね、バックワンピースだよね、これ、はい、かわいい、はい、9月はニューヨーク行きます。ニューヨークでセミナーをやろうと思ってます。はい、ね、ニューヨークセミナーリンゴで、もうそう、もう時間ないでんから、いらんこと言うな。そういう遊びをどんどん取り入れたい、みんなに言うとこ。ちょっと、あ、じいちゃん、なんていいやん、いいやん。私がさ、YouTube で、こんにちは、サインバイバイブー、13歳の下子ですとかやってるやん。で、マーク、スイッチだけ押してさ、そこにおんねんけど、ほんならさ、見てたらさ、こうやってさ、今言ってたってましたよね。で、私は思いながら、めっちゃ笑顔で、それでね、とか言ってカメラの向こうに喋ってんねんけど、カメラの向こうのマークに対して、こんな、こんな感じ。寝てないって言ってる。考え、なんで最低。もっともっと話をどうやって聞いてあげたらいいか考えさせる。喋るからとか練習して、この話を最低って言って、せーの、最低最低。どうだったの、じゃあどこ行った、最低やってたよ。遊んじゃうやつで、で、みんな遊んじゃうっていうのが、いいのからの、発音が上手にできるっていうところも、この舌の使い方ってことできるやつ、それぞれで、で、コップの中に手を突っ込むっていう話だけど、普通にこうイチャ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 するっていうのはもう全然 OK で、パパとママね、昨日ね、唇と唇くっつけてチューしたんだよ。15歳と14歳がいるんですね。で、その後のこういう人好き、マークさんに対する感謝とか、そういうお話を聞きたいです。で、警察官も褒めちぎって、ありがとう、ありがとう、バッキーって言われてんのに連発して、そういうのを私の子で見て、なんじゃこいつと思うけど、で、私凡人なんで、愛してるよ、ほんまに結婚式すんやろな。これはまた YouTube で見ていただけますので、ほんま子供生まれる前の時とかあんなん悪いめっちゃナチュラルやなっていう、どんどん皆さんの SNS でこれ拡散していってください。あ、あれはシュタグっていう、あ、シュタグベロー。ありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。大阪最高、大阪最高や。また12月に会おうや。見てねー、ルイユさんおねー、からも楽しみにね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。これが僕らの原点です。楽しい、楽しい、楽しい、やっとって楽しい。すごい、みんな毎回やってちゃった番号言わんとも自分のことだって相談来ない。めっちゃ無理。